他に不安なことは。昔親友だった人が最近大学生になってから全然連絡を返してくれなくなって、どんどん疎遠になってるんです。一生友達だって言ったのに、連絡しても2、3日遅れて返信してくるんですよ。ひどいでしょ。なるほどな。そんなお前には2つ目、他人に依存しないを教えよう。依存？ああ、昔あるミュージシャンの曲でこんな歌詞があった。どれほど分かり合える同士でも孤独な夜はやってくると。あの歌詞は本当に深いなと思う。つまり私たちが一緒に付き合える期間って決まっているんだよ。え？ほら、食べ物や飲み物みたいに人間関係にも賞味期限があるんだよ。もちろん子供の頃から死ぬまでずーっと仲がいいっていう人も稀にいるけどな。でもほとんどの人は10年単位で友達は移り変わっていくと思っていい。そんな。人と別れて新しい人と出会って、そしてまた別れが来る。これを繰り返すのが人生なんだな。なぜ先生は人間関係に賞味期限があると思うんですか？ほら、子供の頃は同じ目標、同じ目線だっただろう。受験勉強とか恋とか就活とかゲームとかな。みんな同じ学校で同じことを頑張り、共通の悩みや受験というゴールがあった。ああ、はい。でも大人になると、その価値観がバラバラになるんだ。子供ができた人、課長になった人、芸能人になった人、食べるもの、思考、ゴールもすべて違う。そうすると今までのメンツと一緒にいても違和感を覚えることになる。そうして人は今までの友達と離れて自分と同じ価値観を持っている人と過ごすことになる。ママ友はママ友と、社長は社長と、ニートはニートと、そっちの方が楽だからな。昔の友人と疎遠になるのは二人が成長した証拠だ。自然なことだ。ちょっと疎遠になったくらいで気にする必要はない。なるほど。そもそもお前が相手の女性にイライラするのは依存している証拠だ。依存？ああ、イライラするのは相手を自分の思い通りにコントロールできないからだ。でも他人はコントロールできない。そんなの友達からしたら鬱陶しいんだよ。そうか。どんなに素晴らしい関係もいつか賞味期限が切れるように終わる。じゃあ私たちはもう昔のように戻れないってことですね。そうでもない。え？もしかしたらまたいつか生きていれば二人の人生が交わることがあるかもしれない。それはその時にしかわからない。大事なのは今つながっている人を大事にすることだ。離れていく友達ではなく、今一緒にいてくれる友達を大切にするんだ。はい。